サイラス・ロバーツ・バンスはアメリカ合衆国の政治家、国防副長官、陸軍長官、国務長官を歴任した。1979年11月に発生したイランアメリカ大使館人質事件をめぐって、1980年4月にカーター大統領がイーグルクロー作戦を発動すると、それに反対抗議して国務長官を辞任した。 1917年3月27日に、ウェストバージニア州、クラークスバーグに誕生する。イエール大学に入学し、学生友愛会のスクロールキーのメンバーであった。1942年に、イエール大学法律学校を卒業した後、1946年までアメリカ海軍で勤務し、その後ニューヨークの法律事務所で働いた。1957年に、 上院軍事委員会軍備省委員会の特別顧問に就任した。優れた分析力で知名度を高め、リンドン B ・ジョンソン政権で国防省次官に就任した。ベトナム戦争に対してバンスは当初アメリカ軍の介入に対して支援したが、1960年代の終わりまでに考えを変えて、ジョンソン大統領に北ベトナムからの撤退を助言した。 1968年のパリワ兵会談では、アメリカ合衆国代表を務めた。バンスは、カーター政権の国務長官として、ソビエト連邦との交渉を進めて、経済的なつながりを重視したため、高派のズビグネフ・ブレジンスキー、国家安全保障問題担当補佐官と、しばしば衝突した。バンスは、ソ連とのソルト通協定によって、軍備制限を進めようとした。また、 カーター政権のパナマ運河地帯変換及びイスラエルとエジプトの間のキャンプデービッド合意協定において重要な役割を果たした。キャンプデービッド合意の後、バンスの政府内における影響力はブレジンスキーの発言力が増すにつれて減少し始めた。中国との会談におけるバンスの役割は阻害され、イラン革命に対するバンスの助言は無視された。 まもなく53人のアメリカ人が人質としてイランで交流されたとき、バンスも率先して交渉を行ったが、人質の解放は失敗に終わった。カーター大統領が人質救助の秘密作戦を命じたとき、バンスは作戦結構に対立して辞職した。結局救助作戦は失敗に終わった。1980年に弁護士業を再開したが、 1980年代から1990年代の公務への要請を繰り返し受け、ボスニアクロアチア南アフリカ共和国への外交施設団に参加した。また、さらに三極委員会のメンバーでもあった。バンスは2002年1月10日に84歳で、その生涯を閉じた。ありがとうございます。